宇宙の始まりと未来というテーマは、人類が長年にわたって研究し、探求し続けてきたテーマです。本記事では、宇宙の始まりについての主要な理論、宇宙の現在と将来の展望について探ってみましょう。まず、宇宙の始まりについては、ビッグバン理論が広く受け入れられています。ビッグバン理論によれば、宇宙は138億年前に爆発的に誕生しました。この時、宇宙は非常に高温高密度の状態でした。そして宇宙が拡大するにつれて温度は下がり、原子核が形成され、光が自由に飛ぶことができるようになり、宇宙の背景放射が放出されました。現在宇宙はまだ拡大し続けており、この拡大は加速しています。この加速がどうやって起こっているのかは謎の一つです。一方、宇宙は常に変化し続けています。星が生まれ、死に、銀河が衝突し、新たな星が形成されるなど、宇宙の進化は続いています。さらに、宇宙の未来についても、多くの予測がなされています。例えば、宇宙の拡大が加速し続けることで、将来的には、銀河が相対的に離れ、観測できる範囲が狭まっていくと予測されています。また、宇宙の中に存在する暗黒物質や暗黒エネルギーがどういうものであるのかについても、今後の研究で解明されることが期待されています。総じて、宇宙の始まりと未来というテーマは、人類が長年にわたって研究してきたテーマであり、まだ多くの謎が残されている興味深い分野です。今後も科学技術の発展により、さらなる知見が得られることが期待されています。また、宇宙の始まりと未来に関する研究は、人類の宇宙開発や技術革新にも重要な影響を与えています。例えば、宇宙の始まりを研究することで、素粒子物理学や量子力学の理解が深まり、新たな技術や産業の発展が期待されています。さらに、宇宙開発においても、宇宙の始まりと未来の研究成果が活用されています。例えば、太陽系外惑星の発見や、宇宙探査機の送信、宇宙ステーションの建設、人類の月や火星への到達など、宇宙開発は宇宙の起源や進化の解明にも大きな貢献をしています。最後に、宇宙の始まりと未来の研究は、人類の哲学的宗教的な思考にも影響を与えています。宇宙の起源や進化は人類が持つ根源的な問いにつながっており、宗教的哲学的な思考に深く関わっています。総合すると、宇宙の始まりと未来派、科学的技術的哲学的宗教的な観点から多岐にわたる分野に関わっており、人類の探求心を刺激する重要なテーマであると言えます。今後も宇宙の始まりや進化についての研究はさらに進展し、新たな発見が期待されています。例えば、宇宙の膨張が加速する原因である暗黒エネルギーや、宇宙の初期に存在したとされるインフレーションと呼ばれる現象の正体を解明することが求められています。また、宇宙の未来についても様々な予測がされています。例えば、宇宙が熱死するまでの時間や、宇宙が収縮し始めるビッグクランチが起こる可能性などが議論されています。さらに、人類自身も宇宙の進化に大きな影響を与える存在となっています。人類の活動が宇宙環境に与える影響や、宇宙開発によって人類が直面する問題なども今後の研究課題となっています。総括すると、宇宙の始まりと未来についての研究は、人類の歴史や未来、宇宙自体についての理解を深める上で極めて重要であると言えます。今後も多くの研究者がこのテーマに取り組み、新たな発見が期待されています。また、宇宙の始まりと未来についての研究は、人類の未来にも大きな影響を与えています。宇宙開発や宇宙技術の進歩により、人類は地球を超えた宇宙空間での生活や活動が可能となりました。将来的には、太陽系外の惑星への移住や宇宙空間での資源採掘なども現実のものとなるかもしれません。しかし、宇宙空間での活動には多くのリスクがあり、それに対する対策が求められています。例えば、長期間の宇宙滞在による体への影響や、宇宙船や微小隕石などの危険性が挙げられます。これらのリスクを最小限に抑えるためにも、科学的な研究が不可欠であり、宇宙の始まりや進化に関する研究もその一環となっています。さらに、宇宙開発や宇宙技術の進歩は地球上の社会や経済にも大きな影響を与えています。例えば、宇宙技術の発展により、通信や衛星ナビゲーション、
気象観測などの分野での革新が進んでいます。また宇宙開発によって新たな産業が生まれ、地球上での雇用や経済成長に貢献しています。総括すると、宇宙の始まりと未来についての研究は人類の歴史や未来、社会経済にも大きな影響を与えている重要なテーマであると言えます。今後もさらなる研究と技術の発展が期待されています。さらに宇宙の始まりと未来についての研究は宗教や哲学といった分野とも深い関わりがあります。宇宙の起源や存在の意味、人間の存在意義など多くの哲学的宗教的な問いが宇宙の謎と深く関わっています。一方で宇宙の始まりと未来についての研究は科学的な手法に基づく確かな知識をもたらしています。科学的な知見は社会の多くの分野において信頼性が高く、事実に基づいた意思決定に貢献しています。そして宇宙の始まりと未来についての研究は私たちの世界観や価値観を根底から揺るがすような発見や理論も生み出しています。これらの発見や理論には私たちの考え方や行動にも大きな影響を与える可能性があります。総括すると、宇宙の始まりと未来についての研究は科学や社会、宗教や哲学といった多くの分野において大きな影響力を持っているテーマであると言えます。私たちが今後も宇宙の謎に挑戦し続けることで人類の知識や価値観が進化していくことが期待されます。そして宇宙の始まりと未来についての研究は私たちの存在そのものについて考える機会を与えてくれます。宇宙の壮大なスケールやその中での人類の微小さを考えることで私たちは謙虚さや感謝の気持ちを持つことができます。また宇宙の進化や未来についての研究によって私たちは人類の可能性や限界を探求することができます。最近の研究により、宇宙には地球外生命体が存在する可能性が高まっています。もし地球外生命体が存在するとすれば、それは私たちにとって大きな発見となり、私たちの世界観や哲学にも大きな影響を与えることになるでしょう。総括すると、宇宙の始まりと未来についての研究は、私たちが生きる世界や存在について深い洞察を与えてくれる重要なテーマであると言えます。私たちは今後も宇宙の謎に挑戦し、宇宙という大きなテーマに向き合い続けることで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。私たちは科学的な手法に基づいた研究を通じて、宇宙の起源や進化、未来についての理解を深めることができます。また宇宙の謎に挑戦することで、私たちは自分たちの存在や可能性について考える機会を得ることができます。そして人類がより進化し、より良い未来を迎えるために宇宙という大きなテーマに向き合い続けることが必要です。最後に、私たちは宇宙に対する脅威と敬意を持ち、未知の領域を探求し続けることでより豊かな人生を送ることができるでしょう。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。